常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。いやー、北京オリンピックね、盛り上がってるんですかね。あんまり盛り上がってないというね、話もありますけどね。なんかアメリカでもね、視聴率史上最低だとか言ってね、記事になってましたけど、まあなんかこの疑惑の判定続きなんでね、まあちょっと嫌気がさしてきた人もいるのかなということで、スキーのね、ジャンプで高梨沙羅選手、およびですね、その他強豪選手が次々とね、このスーツ規定違反で失格になるというね、まあとんでもない事件が起こりまして、なんかあれもね、介入してきたなんか、ね、人がね、いるんですよね。なんか女性のなんかその、コントローラーみたいな人がいて。で、そいつがなんかその、ね、男の世界のルールを変えてやるとかって言い切ってきて、なんかこうみんな失格にしてしまったみたいなニュースが流れてますけど、なんかあれにも続いてですね、スピードスケートでもなんか疑惑の判定があったと、いうことで記事になっております。読売新聞のね、記事なんですけれども、もやもやするなというね、この SNS の声をね、拾ってくれてるんですが、日本人選手の組で続いたフライング判定に、スローを見てももやもやするなと、疑問の声と、いうことで、まあ、スピードスケートね、男子500メートル、重森選手がね、銅メダル取ったんですけれども、他にもね、新山選手とか村上選手とかですね、場合によってはこれもう表彰台独占するんじゃないかというね、ワールドカップランキング上位の選手何人もいたんですが、この重森選手の14組と新山選手の15組でね、フライング判定が、続きまして。はい。で、これで、なんかちょっと他のね、強豪選手もですね、ちょっとこう、体調崩したというかね、調子崩しちゃって、全然メダル取れなかったと。新山選手20位になっちゃいましたし、あとカナダのね、ローラン・デュビュルイユ選手ね、この選手もまあ結構強豪だったんですけれども、メダル圏外になってしまったと、いうことですね。で、なぜかね、中国の、コウ・テイウ選手がですね、金メダル獲得という、まあどうなんですかね。まあこれ動画で確認している人が何人もいてですね、肉眼ではどう考えても動いてないように見えるんだがということなんですけど、一応ね、こうフライングしたかどうかは、光学機器で、まあ測定して、フライングをしたとかしないとか判定してるらしいんですよ。なんか自動判定というかね。で、それでまあちょっと動いたっていうふうにそのセンサーが反応したみたいなんですけど、そのセンサー、ハッキングされたりとかしてないよな。大丈夫だよな。はい。ということで、結構ね、なんか、ロシアの選手ね、ビクトル・ムシタコフ選手もですね、フライング判定を受けてね、まあ、調子崩してしまって、まあ、結構ね、これね、調子が、みんな崩れて、番狂わせが起こったと、いうことです。で、カナダのね、CBS というテレビ局はですね、デュブルイユはフライング問題に触れず、正直に言うととても悔しい、メダルを獲得するためにここに来た、100分の3秒差で表彰台に上がれないなんて、とてもタフな日になった、今は落胆している、うんぬんと、いうコメントをしてですね。まあ、結構ショックで頭を抱えていたと、ということです。で、まあ、男子1000メーターがね、まあ、この後18日にあるんですけれども、新山デュベルイユら、疑惑のフライング判定の被害者となった金メダル候補がですね、再び登場ということで、今度は大丈夫、大丈夫なのかなと、いうことで、これね、注目されているということです。それから金メダル取ったね、ハーフパイプの平野歩夢選手なんですけれども、これね、アメリカでね、まあ、このスノボ界のレジェンドが解説をしていたんですが、そのレジェンドがですね、トリプルコーク、1440ね、1440でいいんですかね、これね、トリプルコーク1440を、決めた時にですね、これ採点がね、この技、カウントされなくて、伸びなくてですね、91.75 だったんですよ。で、それを見たですね、スノボ界のレジェンドのね、トッド・リチャーズという、人がですね、まあ、この NBC で解説してたんですけど、見た瞬間に、なんか間違えたらそんなわけないよというふうにね、叫んでですね、で、これはありえねえ、ありえねえだろうと言って、まあ、ちょっと大騒ぎになりましたと。いうことです。彼によるとですね、まあ、こんな風にコメントしてるんですけど、これね、翻訳ね、ザ・ダイジェストという記事の翻訳ですけど、これは、ありえねえよ、ありえねえだろ。なんであれが 91.75 なんだよ。俺の知る限り、ジャッジは選手の信用を奪ったね。俺は長い間この競技をやってきているから、いい滑りがどんなものか分かってる。勝つための要素も知ってる。だからこそ言いたい。平野の滑りのどこを減点して言ってるのか言ってみてくれ。こんなこと起きるなんて茶番だよ。正直言って腹が立つねということで、えれえディスり用だったと、いうことです。まあ、この怒りはですね、大変な反響を呼びまして、オリンピックを伝える解説者もここまで批判的な意見を口にしたのは聞いたことがないと、いうことでね、アメリカのジャーナリストのティモシー・ブレイクさんもですね、この発言をですね、リチャーズ氏の発言をですね、まあ、取り上げてですね、これちょっと異常事態だと、いうふうにおっしゃっているということです。
まあ、北京オリンピックね、大丈夫なんかね、これね、なんかいろいろね、疑惑の判定、疑惑の、このね、スーツ規定違反などが相次いでるんですけど、この後最後までいけるのか。まあね、ロシア軍がウクライナ侵攻するんじゃないかということで、今ね、国際情勢もきな臭くなってきましたけど、最後までね、これね、ちゃんとやっていけるかどうかということなんですが、まあ基本的にですね、こういう問題ってやっぱね、人間が目で見てですね、判定する限りね、まあいろいろとちょっとこういうミスというのはね、起こるんですよね。まあ、今回でもその、あれだよね、フライングはさ、これ光学機器による判定なんで、まあ人間の目で見てっていうのはちょっと、なんとも言えないんですけれども、まあ光学機器がね、まあ誤作動することもあったりもするんとは思うんですけど、まあ少なくともですよ、平野さんのね、平野選手のこのまあ、技ね、大技見逃し事件っていうのは、これはまあ明らかにですね、人間のこうミスかなと思うんですよね。まあそういうミスを減らすためにね、結構注目されてるのがですね、AI 判定というのがね、なんかちょっと出てるらしいんですよ。これね、去年の7月にね、東洋経済の記事が出てるんですけど、体操疑惑の採点から考える自動採点の可能性ということで、2019年の、世界選手権でね、初めて自動採点システムを取り入れてみたそうです。で、自動採点システムはですね、男女の跳馬、鞍馬、つり革のみなんですけれども、東京オリンピックはですね、ちょっとマーケティングの権利で使用が難しくて、これは使えなかったらしいんですが、こういうの使ったらね、まあ、誤作動は、誤作動というかね、人間の目によるミスっていうのは、もう終わるんじゃないかと、いうことです。でね、テニスとか野球とかサッカーでもね、まあ、こういうの使われるようになってまして、まあ、審判が絶対という時代からですね、審判も人なので間違えるというような認識になってですね、まあ、こういう、まあ、まあ、テンさんもそうですよね、ラインを出たかどうかってもう、ちゃんとカメラとかでね、判定してやってますけれども、まあ、そういうふうに変わっていく必要があるのかなと。で、同じようにですね、まあ、この、まあ、ウィンタースポーツも、まあ、こういう自動判定システム必要なんじゃないかなと。で、ちなみにね、空手ってオリンピックの競技、採用されましたけれども、組手ね、一本すごい難しいんですよ。俺もね、昔伝統空手やってたんでわかるんですけど、何が一本で何が一本じゃないか、最後までわかんなくて俺空手やめたんで、最後は。うん。で、あれもね、自動採点じゃなくて、フェンシングみたいに、こう、センサー防具みたいにつけて、バーンって当たったら、ね、その強さに応じてね、強く当たりすぎると一本ならないし、ね、弱くても一本ならないし、その、一本の強さで当たると、自動的にこう、バーンって反応して一本でつくっていうのは、センサー防具やったらいいんじゃないかっていう人がいてですね、実はちょっとね、今年亡くなられた中原伸之先生、空手協会の会長やられてましたけどね、中原伸之先生とか、あと、中達也先生ね、もう大師匠ですけれども、先生なんかとね、ちょっとセンサー防具ってどうだろうみたいなね、ちょっとお話を僕してたりもしたんですよ。はい、これ木島さんという人が実はやってまして、はい、やってたんですけどね、中原先生ね、ちょっとお亡くなりになってしまってね、ちょっとこの件どうなるのかという感じですけど、まあ防具はセンサー防具ね、そしてまあ判定は AI という方向に行くのかなということで、ここでね、がぜん注目される企業があるんですよ。富士通スポーツ ICT というやつですね。 AI 体操採点システムで、実はこれ富士通のシステムらしいんですよね。なんか日本の奇跡ここにみたいな感じなんですけど、どのタイミングで演技でも見逃さない数値により正確な体の動きと角度などを表示して、採点するということで、導入効果としてですね、審判員の判定負荷軽減、高度な技も正確に把握、公正かつ正確な判断をサポート、スムーズな競技進行の実現、数値での判断により判定までの時間を短縮ということでね、もう実際にこれ使われてると、いうことですので、まあ、ぜひですね、このね、日本のね、職人芸、細かい技術をね、こういうね、オリンピックの公正、公平な祭典に、ちゃんと使えるといいなと、いうふうに思っています。まあ、北京オリンピックには間に合わないと思いますけどね。はい。ということで、今日の内容面白いなと思った人は、ぜひ高評価のボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想を書いていただけると嬉しいです。ゴー!